屋に行かないと。本屋に行かないとの時間がやってまいりました。このコーナーでは毎週編集スタッフである私たちが気になる一冊やおすすめのイベントなどを紹介しています。本日のゲストは書籍オーガンジー刺繍美しい花モチーフのアクセサリーを編集されました川出書房新社の星野愛美様です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。早速なんですが、川出書房新社様はどういう会社なんでしょうか？そうですね、うちは最近のトピックですと今年の1月の芥川賞を受賞した押しもゆですとか、あとは昨年11月ですかね、全米図書賞の翻訳文学部門を受賞したユーミリさんの小説があったりとか、まあ、日本文学全集があったりっていう、まあ、文芸系のジャンルと、あとはサピエンス全史とか人文書が多いんですけれども、まあ、それ以外にも大人の塗り絵シリーズだったり、絵本だったり美術書だったりと、結構ジャンルは多岐にわたっている出版社になってます。で、会社はですね、国立競技場の目の前にありまして、会議室から競技場がしっかり見える位置になってます。あ、そう、結構幅広く。そうですね、ジャンルは本当に幅広く、もう編集者が気になったものは基本的に企画にしていいという、あ、そうなんですね、はい、楽しい会社です。ありがとうございます。ではですね、星野愛美様はどのような本を担当されていらっしゃいますか？そうですね、その文芸書や人文書が多い中で、私は趣味実用書を主に企画したり制作したりしているんですけれども、まあ、その中でも手芸とか料理、あとはまあ健康系の本が多いですかね、そうなんですね。手芸とかで、まあ、それこそ今回紹介させていただく刺繍本もあるんですけども、それ以外にもなんかいろんなジャンルあるじゃないですか。そういったのも担当されてらっしゃったりとかするんですか？そうですね、刺繍以外 もうソーイング、バッグを作ったり、がま口を作ったり、お財布を作ったりっていう本ですとか、あとはハンドメイドだとレジンとか乾くものとか、そういったものとかを、はい、作っています。もともとそういったのがお好きだったんですか？そうですね、見るのはすごく好きで、そういうハンドメイドのものってすごく作り手さんの こだわりとかセンスとかがあるものだと思うので、なんかそういうのこうデザフェスとかイベントとかで見かけて楽しいですよね。なんかこうどうやって作ってるのかなとか、まあ、何にこだわってんだろうっていうところを掘り下げていって一つにまとめるっていうのはすごい楽しい作業だなと思いますね。自分で作ったりとかするんですか？本当ですね、そこは今ちょっと刺しました。そんなに得意ではないんですけど。あ、そうですね。でもチャレンジとかはしたりとかするんですか？そうですね、やっぱりたまにその構成をしながら少しやってみたりしないと、初めての方にもやっぱりできないので、ちょっと出だしのところはやってみたりとかはします。はい、それ以外にも料理、健康ということで、料理本もそうですね、お料理は、まあ、食べるのが好きなので作るというよりもなので結構企画を立てることも多いんですけど、お菓子だったり、最近だとグリラーレシピっていう、グリラーレシピ、そうなんです、魚焼きグリルに入れられる陶器の器があって、それでこう蒸し焼きみたいにするともう肉も魚もお野菜も全部美味しいみたいな、すごい万能調理具があるので、ぜひお試しください。ちょっとそれ調べてみる。キャンプとかでも楽しそうですね。あ、直火もいけるので電子レンジ、直火、オーブン、全部 OK です。めちゃくちゃ万能じゃないですか。そうなんですよ、ぜひ使ってくださいとか言って。ありがとうございます。でも健康版もされてるってこと？あ、そうですね、あとはそう東洋医学系のちょっと、まあ、それは読み物、難しい話をちょっと分かりやすくイラストと一緒に紹介するみたいな本ですかね、その時は。あ、そうだね、はい、本当にでもある種女性向けというか。そうですね、女性が気になるジャンルを幅広く自分が気になるものをあ、いいですね、やってますね。そんな星野さんなんですけども、まあ、今回私たちの方で紹介させていただくのがオーガンジー刺繍ということで、これ出版されたごきっかけというのは？あ、そうですね、もともとこのオーガンジー刺繍というテーマで、2018年ですかね、一冊やらせていただいてまして、でその時は、一つの本の中にたくさんの作家さんの作品を掲載させていただきました。で、その後の読者さんの反応だったりですとか、まあ、イベントとか SNS での広がりの感じを見て、その時に参加していただいてた作家さんお一人にちょっと今回お声をかけて、ぜひ一冊やらせていただけませんかということで、はい、実現した企画です。なるほど、その作家さん、
エイスさんっていう、うん、はい、ローマ字で ACE っていう、はい、エイスさんなんですけども、もともとその共立女子大学家政学部卒業で、もともと全然違うところから入ってたんですけども、まあ、ご出産を機に独学で刺繍を勉強されて、で今の手法に至るっていう形で、ロンガ刺繍自体が2016年からも作家さん、刺繍作家として創作活動をスタートされてっていう、はい、そうなんですね、独自ですこう作品を作り上げていくって純粋にすごいなって、いや本当におっしゃる通りですごいなと思いますね。そのオーガンジーって皆さん想像していただきたいんですけど、こう透明感の透け感のある薄い布 で、そこの柔らかくて薄い布のところに刺繍を施していくっていうのがオーガンジー刺繍になります。でこのエイスさんはそのオーガンジーと刺繍糸だけを使ってアクセサリーを作って販売されたり、とキットを作って初めての方にも作りやすいようにご案内されていたりということをされていて、まあ、その作り方だったり作品がとっても素敵だなと思って今回一冊にさせていただきました。そうなんですね、オーガンジーってあれですよね、リボンとかでよく使われてる素材のふわふわしてるやつですよね。はいはい、そうですそうです、シンプルイズベストな作り方というか布と糸だけ、そうですね、エイスさん自体は結構こういう今回紹介させていただくようなあの花とか、まあ、いわゆる動物昆虫、まあ、蝶々とかそういうのをモチーフにした作品が多いんですか。あ、そうですね、これまでその書籍に提供していただく前から割とお花のモチーフは大切にずっと作っていらしたものらしかったので、今回もお花を中心にあの作品を作っていただきました。ありがとうございます。今回もオーガンジー刺繍っていうタイトルなんですけども、結構アクセサリーとしてこう刺繍を使うみたいな感じなのかなと思うんですけども、すごい綺麗な作品ばっかりで、ありがとうございますって私が言うのもなんか言うんですけどいやでも図案とか全部あの S さんが全て考えていらっしゃる、もう著者さんの頭の中から生み出され、うん、手によって作り出された素晴らしい作品がたくさん載っています、うん、ちなみにどんな作品があるのかちょっと紹介していただいてもいいですか。そうですね、今回そのとりわけ花モチーフということを大事にして掲載しているんですけど、うん、そのお花のモチーフっていうのがスミレ、桜、あとブライダルベール、ケシの花、ひまわり、アネモネ、ミモザ、ツユクサ、忘れなぐさ、リリー、あとはクリスマスローズ、チューリップとか、うん、もう単語だけこう聞いてるだけでも、もう女子的にはときめくぞっていうラインナップになっていて、そこにそのエースさんがもともと作られていた蝶々もちょっとリクエストして合わせていただいて、もう可愛いの洪水みたいになるそうですよね、本当にもうなんか作品が全て可愛いというか、もう本当に色合いもパステルですごく素敵で、もう優しい世界観が、うん、大人かわいいを提言してるような、嬉しいですそんな風に言っていただけてしかもそれがそうアクセサリーとしてこう自分のあれに身につけられるっていうのがすごいかわいいですよね、うん、そうですね、本当にお花をこう胸元につけたりとか、写真でも掲載したんですけど、蝶々をこう胸元に飛ばしたりとか、お花を頭に飾ったりっていうことができるので、うん、本当に楽しい一冊になってます、うん、それこそブローチだけじゃなくて、あのなんだろう、髪留めとかヘアピンとかもあるし、はい、そのイヤリングとかピアスとかもあれば、あの首元につけるあれなんだっけ、スケーリですか、スケーリですかね、そうそうそうもあるしね、なんかある種多様で作れるっていうのがいいですよね。ブレスレットとかもありますね。これどれもすごいんですけど、このレースのこの丸とかっていうのは元々の生地のやつなんですかね。あ、これなんですけど、うん、この一瞬売っているレースのように見えるんですけど、この丸一個一個もですね、これ5ミリ、3ミリ、5ミリぐらいのこの丸一個一個も全部著者さんが、エースさんが手縫いをされていて、もう本当に綺麗なんですけど、これ撮影の時に、これ、はい、これって市販の布なんですかみたいな話に皆さんなって、はいはい、あ、これも全部縫ってるんですよってこうお伝えすると、あ、これはいい変態ですねっていう話になっておお変態、いやもうこれはあの称号褒め言葉としてあのエースさんに捧げました皆さんに、変態の本当に素晴らしい褒め言葉で、はい、褒め言葉です。あ、そうなんです ね、なんかこう本の中で気に入ってる作品とかってあるんですか。いや、もうどれも捨てがたいんですけど、
そうですね、ケシの花のネックレスというものがあって、うん、ケシの花4枚の花びらを白い糸で作って、うん、真ん中にパールを飾ってるお花を5つ作って、うん、それをつなげてネックレスにしてるんですけれども、そのケシの花のブレスレットが白いオーガンジーに白い糸で刺繍をして白いパールを飾ってっていう、うんうん、この優しく繊細な世界観が濃縮されているような気がして、はい、とても好きですね。絶対可愛いこのあれです、表紙の一番上に飾ってある、ね、そうですそうです、うん、はい、そう表紙もねすごいね、いっぱいね作品が載ってるんですけども、基本的になんかつけられるものっていうのを全部こう表紙に載せてる感じで、本当可愛い作品が、うん、これ全部作れたらすごいよね全部作れたらすごい上級時間がかかりそうですがぜひチャレンジしていただきたいです。ちなみにミヤさんはなんかこれ可愛いと思ったのってあるんですか？あ、なんかこのタペストリー、刺繍枠のタペストリーとかがすごい素敵で、こういろんなものをモチーフを使って季節柄を表現するってやっぱりロマンチックだなと思って、クリスマスとかもそうなんですけど、春とかイースターとかこれから来る時とかにすごいいろんなことに使えそうだし、お部屋に飾るだけで朝起きて、あ、可愛いから頑張れるってなりそうな気がする。嬉しい、ね、このクリスマスのサンタ帽がめちゃくちゃ可愛い、うん、あ、確かに可愛いありがとうございます。これ自分でオリジナルであるし、花とか塗ってもすごい自分の独自性が出て可愛いですよね。オリジナリティが、ね、それこそなんか最近、ね、ネットで見たんですけど、このオーガンジーの素材に刺繍したカバンがすごい人気らしくて、そうなんですね、なんか完売みたいなのを見て、確かにカバンこれからオーガンジー刺繍来るんじゃないのか嬉しい、そんなプッシュをいただけて嬉しいですすごい可愛かったですね。ありがとうございます。じゃあ実際そう制作してきてこう大変だなと思ったところとか、なんか秘話とかあったら教えてください。そうですね、私は大変なことはないんですけど著者さんにエースさんに作品をこんな感じでお願いしますっていう風にご相談をして、お打ち合わせ通りに上げてきてくださった後に、まあ、どうしても編集者というのは欲張りなものでこれの色違いが欲しいですだとか、なんかこういう風に撮影したいので花びらをもうちょっと増やしてもらいたいんですけどとか、あ、なんかスパンコールのついた作品とかあったら可愛いかなとか、まあ欲張りなものでですね、ついつい持ってきましたと言って見せてくれた作家さんにすぐそういう追加のオーダーをしちゃったんですね。で作家さんが、あ、わかりました、死ぬかもしれないですけど頑張りますって言ってくださって死ぬかもしれないでもそのおかげで、その頑張りのおかげでですね、そのさっき可愛いって言ってくださった表紙のこの色のバリエーションが出たりですとか、スタイリングで一つのブローチの周りに花びらを散らして撮影したりとかって、そのもう可愛いが全部できたっていうのは、本当に最終的に著者さんもやってよかったですって言ってくださったのでこちらとしても身を結んでこちらとしてもよかったなと思いましたそうなんですね。それこそ一個一個作品を紹介していく写真とかもなんかこだわりを感じるというか、その作品をすごくよく見せようっていうのが本当心から伝わるぐらいのあれですけど、やっぱりこだわりとかあったりするんですか？そうですね、これはどちらかというと、その A さんのもう SNS とかで気をつけてらっしゃるみたいなんですけど、実際にアクセサリーを身につけた時の写真っていうのを多めに入れたいですっていうことは結構初期のお打ち合わせの時からお聞きしていて、その作品刺繍部分が綺麗に見えるっていうことも大事なんですけど、そのつけていただいてなんぼのものなので、実際につけた時にどういうふうに見えるかっていうのを読者さんにお伝えしたいっていうことで、結構そうですね、私が担当している本の中でも着用している写真は多めかもしれないですね。そうなんですね、はい、確かにこうなんか一瞬見て、あ、可愛いって思えるようなのがいっぱいあって、私個人的に好きなのは桜のヘアピン、ね、本当これ可愛いんですよ皆さん、いや本当見てほしいんですけど、桜もなんかピンク色とかちょっと白っぽい桜とかもあれば、ちょっと色濃いめのピンクとかの桜で、こう髪の後ろ髪にこういっぱい刺してるピンがめちゃくちゃ可愛くて、絶対この春ねだからつけてみたいよね、自分で作れたらの話だけど嬉しいです。この見せ方もその著者さんからのリクエストで、はい、そうなんですか、イメージ画像をいただいてこういう風に見せたいんですっていうのをおっしゃっていただいて、わかりましたっていう声にお答えして、こういうポーズ、そうなんですね、はい、なのでこのページ行っていただけるのはすごい報われます。あ、本当ですか、めちゃくちゃ可愛くて
ある種その作家さんのこだわりというか、うん、その作品一個一個へのある種変態ではないですけど愛がこう詰まっている作品がもう19作品あるっていうことで、本当ですね、詰まってます、うん、ありがとうございます。なんか初心者向けの作品とかってありますか？そうですね、初心者の方は、表紙の写真の下の方にあるスミレの、うん、アイテムがあるんですけれども、うんうんうん、結構立体的な作品が多い中、平面的な作品で、糸を刺す部分も他のものに比べると少ないかなと思うので、うんうん、このあたりから始めていただけると非常にいいんじゃないかなと思います、はい、うん、なるほど、ありがとうございます。でも本当に刺繍ってある種簡単なもので揃えるっていうことなんですけども、はい、なんか私あんまり刺繍はしないタイプなので、なんか普通に聞きたいんですけども、なんか刺繍のそれこそ糸というか、はいはい、そういうのってなんかこう、なんだろう、細さ、うんうんうん、とかってなんか決まったりとかあるんですか？あ、針とか細、その針の入れるそのもう本当に刺繍糸とかってなんか決まったりとか、うん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 、もう基本的にはその刺す方が刺しやすいようにっていうのは著者さんもおっしゃられてたんですけど、うんうん、オーガンジーはやっぱりその透け感があってこう布目が粗いので、うんうんうん、あまりこう太い針でやってしまうと何回も何回も糸を通すので、まあ、傷んでしまうということもあって、できるだけ細い針がいいかなということで今回紹介させていただいてます。で、著者さんはですね、刺繍針っていうものもあるんですけど、著者さんは縫い針を普通にご使用されていて、まあ、細いものがいいということ で縫い針を使ってますということもあの本の中で紹介してますね。あ、確かに。じゃあ結構気軽にセット自体は用意できそうですね。刺繍糸と針も持ってくれば、それこそもうなんか用意するものがある種簡単だから、でしかもあのそれこそピアスとか、うん、なんかイヤリングとかの、うんうんうん、ああいうこうつける金具とかも、はいはい、全部なんか100円均一とかで今だったら買えますよね。ちゃうから、なんかある種簡単にこう揃えて、うんうん、あとはもう黙々と、うんうん、黙々と自分の時間をひたすらこう持てるっていうのはある種この巣ごもり需要にぴったりだと思いますね。ぴったり、ぴったりで、ちょっとこの本読んでびっくりしたのが、なんかどうやってその型紙とかがないからどうやって刺繍するのかなと思ったら、うんうんうん、シャープペンシルで実際にもうオガジンのあの中に直接描いちゃうんですね。あ、そうなんですよ、うん、その刺したいモチーフをですね写してしまって、うん、でそこを糸で一回仮縫いをして、うんうんうん、その仮縫いを覆うようにして、2,3 ミリ幅で、輪郭を刺繍していきます、うん、そうなんですね。もうひたすらずっと縫っていくという感じで、一つ に, いや大変だけど、でもやると絶対楽しいやつ意外とこうハマっちゃうんですよね。そうなんですね、ありがとうございます。なんかまだまだちょっとこの刺繍についていろいろお伺いしたいんですけども、まあ時間になってきましたので、じゃあ最後に、はい、最後に、この本を通じて、あの皆読者の方に感じてもらいたいこととか伝えたいことあったらぜひお願いいたします。あ、はい、ありがとうございます。オーガンジー刺繍っていうその刺繍の仕方自体ですね、あのたくさんの方が今いろいろなやり方で作られていると思うんですけれども、うん、このエースさんのやり方すごく参考になると思いますので、すで、うん、に作っている方もこれから初めてやるよっていう方もぜひ読んでみていただけたらなと思います、うん、はい、ありがとうございます。基本的にはこの S さんの作品とかのやり方ってやっぱり S さん独自で使っていらっしゃるもの？あ、そうですね、うん、なんかオーガンジー刺繍こうやらなきゃいけないっていうものはないので。あ、なるほど。その中でやっぱりさっきおっしゃっていただいたように道具や材料が少なくて済むとか、うん、好きな形が作りやすいとかっていうところがこの方の魅力だと思うので、うん、ぜひあの一度見ていただけたらなというふうに思っています。ありがとうございます。このオーガンジー刺繍出たばっかなんですよねあ、そうなんです、1月に出たばっかりなんです、うん、なのでもうある種早めに入手してこの土日ですねあ、 ありがとうございますぜひ。だって絶対自分でね、あの持ってるものできるから、うん、簡単にこう、うん、素材のとかをもう用意しちゃえば、うん、ある種できるから、ね、今のうちに買っちゃえば土日ですごいできるっていう、この土日ぜひ、はい、いや皆さんこの土日スミレのピアスを作ってお願いします、見てください。ありがとうございます、はい、ありがとうございます、はい、本日のゲストは川出書房新社より星野あゆみ様でした。